白石雅美は、現代アートギャラリースカイザ・バスハウス代表取締役。1980年代今つから、日本国内における現代美術の認知と国外へのプロモーションにおいて主導的役割を果たす。多数の国公立美術館にて、作品購入評会員を歴任する。1948年東京生まれ、慶應義塾大学文学部美学美術史、専攻卒業後、 富士テレビギャラリー取締役事業部長を経て、1989年、株式会社白石コンテンポラリーアートを設立。現代美術の企画、売買を行う1989年より3年間、表参道駅前に開かれた東高現代、美術館にて副館長を歴任する中で、ソルルイット店、ダニエル・ビューラン店など国外で高い評価を得るアーティストを紹介するとともに、 遠藤都市とシ多数の企画展を手掛ける。また、三宅一世、プリーツプリーズ展、デビットリンチ展、レンゾピアノ展では、ファッション、建築、映画など、既存の評価軸を通じて、現代アートを紹介する、領域横断的なプログラムを他に先駆けて、実践する。1992年より、国際コンテンポラリーアートフェアにカーフ横浜の、総合プロデュースを手掛け、 国内における現代アートマーケット育成と啓蒙の双方を視野に入れた活動を展開。2003年第8回まで開催。93年7月、東京、山二銭湯を改装したギャラリースペーススカイザ・バスハウスを開設。中村雅人、村上隆太郎知恵像など若手の日本作家を積極的に取り上げるとともに、海外作家では、ジェームズ・リー・バイアース、 ジグマー・ポルケなどた多数話題の展覧会で注目を集める。国内外の公立美術館や個人コレクター、また企業のアートコンサルタント業務を手掛け公共施設へのパブリックアート設置に関わる。2002年に六本木ヒルズにルイーズ・ブルジョは、ママン、2003年にはテレビ朝日新社屋の宮島達夫作品、カウンター・ボイド、金沢21世紀美術館に、 高級設置されたアニッシュ・カプーアの大作、世界の起源など、市民に親しまれる多くの大型作品を設置。また、流館美術館、豊島横尾館の開設に尽力する。国外マーケットでは、2002年以来を、境最大の国際アートフェアアートバーゼルに、毎年選出され、出展している。アニッシュ・カプーア、ジュリアン・オピー、ダレン・アーモンドなど、 海外の優れた作家を積極的に紹介するとともに、中西夏の宮島達を森マリコなど日本を代表する多くの作家を紹介。名は明平,平をはじめ、若手作家を育成する長期的視野を保ちつつ、幅広い活動を続けている。スカイザーバスハウスでは、200年の歴史を持つ銭湯、柏井をギャラリースペースに改築しているが、台東区や中において、 解体の危機にある歴史的建造物を保存するための活動を NPO 法人体と、歴史都市研究会と連携し、継続的に行っている。2008年には、谷中のシンボルとして、地域の方や東京芸大関係者、谷中散策客など、幅広い層に長年親しまれてきた、かやばコーヒー店を改装し、経営を再建した。 また2015年には昭和初期の三軒屋を地域コミュニティの移植住と芸術文化に関わる複合施設として建て直した上野桜木あたりなど街の景観と文化保存についてとりわけ地域産業再建の観点から一貫した援助活動を続けている。また東京のアートシーンに次々と浮かび上がる。 様々な良質なプロジェクトをすくい上げ、実現の場を提供することを目的とした、実験スペース、駒込倉庫や倉庫スペースの一角を展示スペースとして改装し、作品保管の現場と展示空間を融合したスカイパーク2017年など、新たな2つのスペースを開設。歴史的価値を持つ過去作品の問い返しと、新しい価値を生み出す。 若手作家の活動を双方向に媒介することによって現代アートのこれからの文脈化に貢献するための持続的支援を開始する。ありがとうございます。